ましたね。じゃあミサイルでそっち2人持って行って、で、あ、3人ですね。で、味方の援護をしてやるのと同時にミサイルの場所が分かってるんで、ロボットボムで、お迎えに行きます。どうも皆さんこんにちは、ムポンです。今日ですね、ザップの、赤ザップのですね発売日なんですけども、ちょっとガチマッチ潜っていきたいなと思います。さっきまで縄張りで使ってたんですけども、結構ですね、そのサブとかスペシャルの、まあ、スペシャルがマルチミサイルっていうのもあって、ヤグラで結構強いんじゃないかと思い、今回は持ってきてみました。で、まずはちょっとマルチ貯めていこうか。いったん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 貯めて貯めて貯めて、で、そこに2人、いてるんでミサイルを撃ちます。で、もう圧をかけていって、あ、2人持っていった、完全に今ラッキーでしょ。で、1人乗ってますね。危ない危ない危ない、着地は無理。あーとで引いて、間合いを開けて、で、寿司がオッケーオッケーオッケーやってくれてますけども、ミサイルが飛んできたのは無理です。で、味方のミサイルと被りたくない、危ない。で、どうするどうするどうする、こっちルートから攻めちゃいましょうか。で、結構ですね、ザップその打ち合いとかが、まあ、今回その得意なギア構成でやってきてるんで、まあ、そのなんていうんですか、移動速度とかつけてきてるんでね、できるだけガン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 倒して、味方のサポートをしていけたらなと思うんですけども、ちょっと今逃げました。さすがにちょっと苦しかったっていうのがあるんで、で、そこ通り抜けさせてもらって、で、矢倉今奪われてますけども、大丈夫大丈夫で、編成で言うと味方はすごいチャージャーチームみたいな感じになってて、すごい偏ってるんですけども、なんとかですね、今のところなんとか戦えてると。ただ塗り状況あんまりちょっと良くするのが得意じゃない編成みたいなんで、僕は結構塗っていかないといけないんではないかと、そういう感じではあるんですけども、うわー、着地でやられましたね。それずるい。寿司のそれずるいですよね。着地で、クイボを投げて、いや、まあそれ今に始まったことじゃないんですけどね。で、まあカウントはお互いそんなに進んでないんで、もうほぼなんかもう初期状態と変わんない、そんなもう感じですよ。で、味方が右から行ってくれてて、で、寿司をやります。で、クラブラがおって、あー、この間合いはなんとか止めはしましたけども、ただ一人で生き残ってくれてる。オッケー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 。で、相打ちになって、そして誰もいなくなったということですか。誰が早く復帰できるかっていう感じなんですけども、このルートちょっと潰しておきましょうか。で、縫って縫って縫って、そっちなんか気配を感じたんですけども、クイボマンがいて、寿司ですね。で、危ない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 、バケツみたいなのがバシャバシャしてて、バケスローですね。必戦が強くなったんで、結構ですね、必戦最近よく見るっていうところはあるんですけど、バケスローもなんやかんや言うて見るんですよね。で、何、敵に今撃たれてた俺。で、一旦追い返して追い返して追い返して、で、当てはしましたけども、この辺いますよね、気をつけていきたいんですけども。で、寿司じゃねえわ、スペシャルとスペシャルでちょっと連携を今されてる状態なんで、そこボム投げておきましょう。で、塗っとくで、なんとか、立ち回りしやすいようにしてやって、ミサイルを貯めてドーンと。で、矢倉の上でも、すぐに降りてもらって、で、そこブラスターはこれで OK。 で、スプラシューターが今来てましたかね。で、そこバケツがですねいてるみたいなんで、やりましょう。あー、やられちゃった。クフ。2発でバッシャバッシャやられちゃって、結構バケスローってエイムが意外と必戦と違ってエイムがいるっていうところではあるんですけど、しっかりと打ち抜かれちゃいましたね。で、ギャグラの上に対する牽制力があんまりちょっとこの武器はミサイル以外はなくてですね、どうしようかなっていう状態なんですけども、着地で奪われました。で、そこを味方が今やられてるんで、なんとか打ち合い、OKOKOK、安全靴ついてるんでね、打ち合いは悪くはないんですけども、さすがにハサミ打ちは無理です。で、味方がそこ自陣のですねところ、リスキルをされてるみたいなんで、なんとかしてやりたいっていう状態ではあるんですけども、ロボットボムで、クリアリングしながら、持っていってくれましたね。 OK です。で、矢倉が進むか、大丈夫、進みそうな気はするんですけど、いや、いけるか。人数的に言うと、1人リスキルマンを止めることによって、まあまあまあっていう状態ではあるんで、で、矢倉上ボムを投げて、で、この辺ちょっとまた
来そうっていうところではあるんで、一旦ちょっと潰しておきましょうか。危ない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 、うわー、ちょっとさすがに2対1打ち合いはダメですね。で、弾が散ってしまったっていう状態ではあるんで、なんとか、おー、止めてくれてますね。ナイスナイスナイス。じゃあ、この辺塗ります塗ります。で、そこクラブラがいててハイプレを使ってるっていう状態なんで、はあ、ちょい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 、そこ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 、ごめんね。で、やってやって、オッケーオッケーオッケー。で、これでミサイルで、なんとかですね、威嚇をして、で、止めに入りたかったんですけども、ごめん、乗ったら勝ちです、オッケーです、ありがとう。という感じで、まあ、櫓は、ザップはもうとにかく、デスを気にせずにガンガン突っ込むのが良さそうな感じですね。結構楽しいぞ、これ、わちゃわちゃしてる。引き続きやっていきます。よし、マッチングしましたね。ザップでガチヤグラやっていきたいと思います。今度はザップ3人ですね。で、まあ、ガンガンに塗って塗って塗って。で、まあそうですね。今、打ち合いに強い、まあギア構成で来てるんで、まあまあガンガンに打ち合いもしていけたらなとは思います。で、ヤグラまず奪われてるんですけども、まあでも、それはあんまりその言うほど有利状態ではないんで、ここミサイル打ってやって、で、そこ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 で打ち合う打ち合う打ち合う、オッケーですオッケーです。で、矢倉上いますね、一人で、降りてもらって、で、そこそこそこ、わーっと雨でやられちゃったか。ダメージは入れれてて、一発蓄積入れられちゃったんですね。で、それで雨でやられちゃったっていう状態ではあります。ただなんとか、粘ってはいけて、そんなには進んでない。まだ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 序盤ですよ。まあ序盤なんでね。で、こういうルートとかも作っといて、で、矢倉は奪ってくれてます。で、チャージャーの方がいてるんやったらどうしようかな。回っていくというのも選択としてはありですという状態で、危ない、来てましたね。オッケーオッケーオッケー。で、何かがカーリングを流していて、で、オッケー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 。で、ミサイルで敵の場所を探して、で、今有利です有利です有利です、乗りましょう乗りましょう乗りましょう、乗ってくれてるんでね、その有利状況を守ってやるように、またこっち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 ことりあえずボム投げます。で、止めてくれてますね。ナイスですナイスです。で、動きやすいようにしとこう、一旦はちょっと。で、そこなんかいました。オッケー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 です。で、足取ってやって、で、誰かが乗ってくるんで気をつけてほしいという状態ではあるんですけども、倒してくれましたね。じゃ あ、ミサイルでそっち2人持って行って、で、あ、3人ですね。で、味方の援護をしてやるのと同時にミサイルの場所が分かっているんで、ロボットボムで、お迎えに行きます。で、1人で乗ってるところではあるみたいなんで、そこスクイックリンの方をやっていく。わーってやられちゃったか、くっそで、選挙で言うとみんながやられちまったっていう状態。あ、でも真ん中生き残ってやってくれてますね。いい感じですいい感じです。わりかし有利は終始作れてるのではないかという状態なんで、で、まあ引き続きこの打ち合い結構ね、悪くないんで、やっていくという状態なんですけども、危ない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 。スクイックリン持っていってる間にボールドにやられてしまうと、そういう状態ですね。でも着地じゃなくてよかったなっていう感じはしますね。結構その射程的にですね、安全地帯から着地が利用できるわけではないので、スーパー着地、復帰時にやられてしまうと結構持ってかれちゃうっていう状態ではあるので、で、矢倉戻されて、で、どうするかな、こっちルートから回って挟む、そんなこともできるかな。ここ気をつけたいんですけども、で、飛び出しましたね。あーっと、ロボットボムなんとか、雨でオッケーオッケーオッケー、ナイスですナイスです。今ちょっと何の潜伏やったのか、ちょっと休憩してるんじゃないかという噂が出てしまうぐらいの感じやったんですけども、で、相手、スクイクの方がヤグラ乗ってたんですけども、この辺塗っとこう塗っとこう、今ちょっと足取られちゃったんでね。で、自陣は自由に動けるようにしてやって、で、キル取ってくれてますね。じゃあこっちルートから行きましょうか。で、
上から攻める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 、危ないと、あーボールドにしっかりやられたんですけども、頑張れ、あーで、塗り状況的にはただ、もうガンガンヤグラも進んでるんでね、なんとか前の方で落としたらヤグラは進めれるかなっていうのを他の偉い人が言ってたんで完全に受け売りなんですけど、それはみたいな状態なんですけど、ここわー、ロボットボムと来てたか、びっくりした、やめてほしい。ここでもあれなんですよね、跳ね返りでカーリングボムが背中を取ってたりとかがザラにあるんで気をつけたいっていう状態ではあるんですけども、ひとまずはまずはミサイル撃ってやって、でロボットボムでそっから来ますよね、で飛び出してきて、でただこれはちょっと回復回復回復で、回復して飛び出して、で味方今やられてしまったんで、ここパッて飛び出して撃つ、でそこスクイクがいて、なんとか、危ない危ない危ない、そこ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 持っていくけども、もう一人来てて OK、 ナイス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 、完璧です、押し切ってくれましたねなんとか前線で戦ってたら今回はね、あんまり乗ってても射程でどうこうできないんで、もう、ゴリ押ししましたその方がざっぷりいいですね楽しいぞこれは。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ムーポンがお送りしました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。どんどんこのシリーズ他のシリーズ更新続けていきますので、また他の動画でお会いしましょう。ではムーポンでした。またね、バイバイ。